この店はもうすぐ開くか？あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃん、かわいい。1歳くらいかな。男の子ですか？ああ、な、ハルト。あら、パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？そうか、そういうふうにも見えるか。いや、それより店が開くなら一杯いいか？ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。あ、キヨちゃん、なんなら、そいつは。お客さんでしょ。ナグモくん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。のう、あんた、どっから来た？よそもんじゃろ。東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎に何の用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。ちょうどいいのがあったから。どう、気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの、こんなかわいいお客さん初めてだから。普段来るのはろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわ。うちの島に来る怪しいよそ者を監視しとる。おう、東京もん、名前は？キリュウだ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ、怪しいか怪しくないかわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほら、もう行って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって？何見とるんじゃ、踊れ。酔って仇に喧嘩うのか。大したヤクザだ。なんじゃとこれ。表出ろ。あんたがいちゃ美人のママと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか？いいんだ、少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間ハルトを頼む。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がってる。ぶち殺したるぞ。
この辺りでいいじゃろ。ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊れが悪いんじゃ。死ねえ。なんじゃと、このわしが。気が済んだか。踊りゃ何もんじゃ。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ素人にだってやられる。待てや、こら。わしは広瀬一家の頭じゃ。今度会ったらただじゃすまんど。さっさと東京にいねえ。ああ、お客さん、大丈夫だったの？ああ、ハルトを寝かしつけてくれたのか。ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわ。さあ、それじゃあ何か飲まれます？この人がハルト君のお母さん？ずいぶん若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、桐生さんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと訳ありでな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい、力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う。前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村遥って名前聞いたことないか？うん、あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。勘定。今夜はいいです。
可愛い赤ちゃん抱かせてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それより桐生さん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だと、もう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないかな。わかった、ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。ん？あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。ああ。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん飯野くん、水軍アパートなんだけど、少しの間うちのお客さん泊めてもらっていいかな？さっき電話したの、飯野くんって町内会の人でね、空きアパートの管理人。もうずっと部屋が空いてるから、しばらく泊まっていってもいいって。すまないな、助かる。期待はしないでね。ずっと空きになってて手入れもされていないし、ただ布団は置いといてくれるって言ってた。そうか。よかったらまた飲みに来て。ハルト君にも会いたいし。親切なんだな、ありがとう。アパートはここから海沿いを少し西に歩いていったところね。わかった。今度ここに来るときはちゃんと感情を払わせてもらう。お待ちしてます。チート、あんた桐生さんか？うん。キヨちゃんに頼まれた。スナック清美のママ、うちのアパートに泊まりたいんじゃろ？ああ桐生だ。この子はハルト。いいのじゃ。あんた何言うてキヨちゃんに取り入ったんなら。あ、取り入った？ふん。早よついてこいや。アバートはこっちじゃ。俺はあんまり歓迎されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとる。じゃけど青春のマドンナに言われたら仕方ないげ。惚れた弱みじゃ。あんたもか。さっき似たようなこと言ってるヤクザがいた。南雲じゃろ。ああ、そんな名前だったな。三人とも同じ高校の出じゃ。わしと南雲とでキヨちゃんを取り落とった。そのキヨちゃんはわしらに愛想を尽かして東京に出てってしもうたがの。あのママは東京にいたのか？ママが出戻ってきてからは青春よ再びじゃ。じゃあ南雲バカたれや極道なんぞなりよって、ガキンコらわしにどつき回されとったんで。大して強なかったくせに生きがるよって。のう、あんたキヨちゃんに優しゅうされたっちゅうて英気になんのや。調子乗っとったらすぐアパート追い出すけえの。よう覚えとけ。ほれ、あんたらの部屋はここじゃ。文句あるんじゃったらいつでも出てって構わんで。いや、世話になるよ、いいのさ。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせえ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。水軍アパートも時期見納めじゃの。水軍？この辺りは昔から造船の町での。漁師や船乗りも多かったけ、そがな連中の懐目当てにたくさん怪しいのがこのアパートに集まっとった。そいつらが水軍中て名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかましたかったんじゃろうよ。そのうち陽明連合会ってヤクザに吸収されたがの。南雲のバカ誰も陽明連合会の枝じゃ。
広瀬一家の若頭っちゅうとるが、五六人のちんけな組じゃ。なるほどな。キヨちゃんとこのスナック街も元は嫁連合会の仕切っとった遊郭の跡じゃ。じゃけど一回長い造船不況があって人が減ってからなかなか戻ってこんわ。あんた東京からか。ああ。何しに来たか知らんがの、ここはよそもんが長いそる町じゃないと。わかった。用が済んだらすぐに出ていく。それまで厄介かける。ありがとう。礼じゃったらキヨちゃんに言うとけ。よし、しばらくはここが俺らの家だぞ。悪くねえな。だろ、ハルト。お？ションベンか？よしまったろ。おい、じっとしてろ。すぐ済むから。おっと。そう何度も同じでは食わねえ。腹が減ってるのか？しまったな。確かミルクはもう。だけ今度の週末高速バスでそっち行くし、じいちゃん変な男作っとらんじゃろうな。冗談じゃって、今度会えるの楽しみにしとるわ。俺も愛しとるで。ん？ああちょっと待って。何おっさん、何かよ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか？ああちいちゃん聞こえる？今目の前に小さいガキ連れた変なおっさんがおるんよ。ほんでミルクを売ってる店知りませんかって。ちいちゃん知っとんの？うん、ちいちゃんが薬局行ってみって。薬局行きゃ粉ミルク売っとるってよ。そうか、薬局だな。ありがとう。さすがちいちゃん、よう知っとるの。すまない、誰かいないか？あげてくれ、赤ん坊のミルクがいるんだ。こんな時間に困るんよ。もうお店は閉めとるんで。悪いな、ミルクだけでいいんだ。売ってもらえないか？子供が泣き止まねえ。明日また来て使わさい。ちょうど切らしておりますけ。そうなのか。なら他に売ってる店は？この辺にはないの。参ったな、どうすりゃいいんだ。あんたどっから金さった？いや悪いな、ばあさん。世間話は今度にしてくれ。とにかくどこかでミルク、いや離乳食でもいい、手に入らねえか。そうじゃねえ。いいのなら何とかしてくれるかもしれんな。いいの？町内会のいいのか？水軍アパートの。
知っとるんか。あの鼻垂れじゃったらなんとかするじゃろう。便利な男じゃけ。今どこにいるかわかるか。知らんの。そうか。あれ、キリエさん、イーノ君のアパートどうでした？ああ、そっちは大丈夫だ。それよりまたイーノに連絡を取ってくれねえか。ハルトが泣き止まなくて困ってんだ。ミルクを手に入れたい。あ、わかった。ちょっと待ってて。すまない。店の前で待ってる。もう少しの辛抱だ。悪いな、ハルト。キリュウさん、イーノ君からの伝言。この近くの床屋さんに赤ちゃんがいるんだけど、そこでミルクを分けてもらったらいいって。床屋か？このスナック街にあるのか。うん、案内してあげたいけど今ちょっと手が離せなくて。いや、いいんだ。分かった、少し探してみる。すまない、ちょっといいか。何か？ああ、実はちょっと赤ん坊のことで困ってて。ちょっとなあ、あんた、そがなとこでやめてや。なんなら、でかい声出すなや、ブサイクが。やかましいんじゃ。お、邪魔すんな。ちゃんと便所に行ってやれ。どこでやろうがわしの勝手じゃ。引っ込んどれや。人んちの前でなんすんよ。早よあっち行きんさや。くっそ、俺は違うかね。すまない、この子を少し頼む。な、ちょっと。おい、いい加減にしろ。お前が邪魔で大事な話が進まねえ。なんじゃこら、やるんか。黙れ、消えると言ってるんだ。それが喧嘩売っとるっちゅうんじゃ。上等じゃ。踊れ、ぶち殺してやるぞ。なんなんよ、あんたら、人んちの前で大騒ぎしてからに。すまない。実はこの店に赤ん坊がいるって聞いて、ミルクを分けてもらおうと思ってきたんだ。わかった、ええよ。ちょっと待っとって。この辺りは店が閉まるんが早いんじゃけ、ミルクは日のあるうちに切らさんようにせんにはいけんよ。身に染みてわかったよ。ありがとう。とにかく助かった。ええけ、早帰って飲ませてやりんさい。いつまでも泣かしとったらかわいそうじゃけん。ああ、ハルト、ほら、ミルクだぞ。
待たせて悪かったな。おい、なんだよ、ミルクが欲しかったんじゃねえのか。キリュウさん、清美です。スナック清美の。ああ、開いてる。入ってくれ。ああ、やっぱり。ちょっといい？え？お腹が減ってるわけじゃなかったみたい。眠いのね。眠い？こういう時は優しく抱っこしてしばらく待つしかないかな。それだけか。うん。マジかよ。大変でしたね、キリュウさん。あんた、わざわざ心配して来てくれたのか。うん、なんかほっとけなくて。迷惑かもしれないけど。面倒見がいいんだな。店の方はいいのか。うちに来るのはみんな常連さんだから、今は少しくらい私がいなくても平気。あんたにも子供がいるのか。え？子供の扱いに慣れてる。少し前に友達の子供を預かったことがあるから。あ、そろそろ店に戻らなきゃ。おやすみなさい。今日はゆっくり休んで。明日またハルト君のパパを探すんでしょ。ああ、そうだな。それじゃ。おう、まだここらうるずっとってんか、悪い。ナグモか。何か用か。冷たいの。もう知らん中じゃないじゃろうが。お、今度は子分連れか。なんで俺を目の敵にする。ほっといてくれねえか。なら早う東京に帰ったらどうじゃ。あ、頭、そいつは誰なんです？よう聞いてくれたの。こいつはな、東京から来たよそもんじゃ。見てみ、憎ったらしい面じゃろ。あの頭、もうそろそろ時間なんすけど、早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。誰が文句言おうが知らんわ。おい、ユタ、踊れ。頭に向かって偉そうな口聞きよって。まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつもう聞いてねえみたいですけど。ほら、あのクソゲタが。今度にしましょうね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの、キリュウ。じゃがの、今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。ったく、面倒なのに関わっちまったな。噂をすればってやつだ。ん？ちょうど今桐生さんのところに行こうと思ってたの。ちょっと頼みがあって。俺にか。なんだ。桐生さん、野球できます？うん、まあルールくらいは知っている。そっか、
飯野くんのやってる草野球チームで今日これから試合があるんだけどね、急にメンバーが足りなくなっちゃって、それで私から頼んでほしいって言われちゃったの。試合の人数合わせってことか。わかった。あんたらには昨夜から世話になりっぱなしだしな。ごめんなさい、なんか恩着せてるようで。今からすぐにってことか。うん、球場まで案内するけど、私まだ支度があるから先にロープウェイ乗り場で待っててくれます？ロープウェイ乗り場か。すぐに追いつけると思う。ああ、わかった。キリさん、ごめんね、お待たせ。俺も今来たとこだ。ハルト君のパパ探さないといけないのにね、邪魔しちゃったみたいで。いや、草野球の試合なら地元の人間もたくさんいるだろうしな。かえって遥のことを聞くにも好都合かもしれない。そう言ってくれると嬉しいけど。なら行きましょう、球場まで案内する。ああ、頼む。おお、キリュウさん、よう来たの。急にメンバーが腹壊しおったんじゃ。じゃけ、宿代の代わりと思うてくれや。ああ、わかってる。いいの、くん。あんまりキリュウさんに恩着せがましくしないでよ。なんなら、キヨちゃん、わっとるよ。じゃけど、本人がええ言うとるんじゃけ。キヨちゃんも、そがにこいつの肩を持つことないんじゃないの？飯野くんには関係ないでしょ。冷たいの。おいじゃ、キリュウさんはライトの8番じゃ。じゃけど、あんまり頑張りすぎんでええわ。わしら、気軽に楽しゅう野球するのがモットーじゃけ。そう？でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見て、キリュウさん。ん？面白いもんじゃ。のう、よくよく踊れとは縁があるの。本当に攻めえ町だな、ここは。キヨちゃん、あんた、なんでまたそいつと一緒なんじゃ。何？別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあ、キヨちゃん、わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろうが。そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんど。わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな、ナグモ。キヨちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっこんどれや、バカだれ。踊れもええ気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ、今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思うや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる。頭、もういいじゃないですか。さあ、みんな待ってますから。ああ、今日の試合は荒れそうじゃの。あんた、前に投げ元なんかあったんか。いや、ちょっとした因縁でな。それより、あいつらとはよく試合するのか。相手はヤクザだろ。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だけじゃ。後のメンバーは仇じゃげ。それにの、南雲もあれで野球にだけは真面目じゃ。何かあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでええど。野球に関しちゃ真面目なんじゃなかったのか。あの人、全員デッドボールにする気みたい。カモン、どうした、早うかかってこんか。
いいのこら乱闘じゃろが。なんじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキンコロだけか。おう踊れ。それでも金玉ついとるか。松永の兄貴、次のバッター、あの桐生っておっさんす。ああ、じゃけど頭は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったら、あの人のええとこなんもなくなるで。さあどうでもいいですよ。今日は頭乱闘しねえと収まらないみたいだし、ならとっとと終わらせて帰りましょう。ほうじゃの。大丈夫桐生さん。南雲が狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ、他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え？本命のお出ましじゃ。今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の球がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。顔面と真ん中にぶち込んだろ。見とれよ腐れけどが。死ねえ。確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。ほうか。始めますか、松永の兄貴。おう。おいおい、まずいでこりゃ。お遊びはここまでじゃの。よっしゃ、喧嘩じゃ喧嘩。試合終了だ、ナグモ。お、踊れ。こん、かまつたれが勝手に終わらすな。お疲れさん、後で合流するわ。悪かったな、せっかくのお楽しみを台無しにしちまって。いや、ええんじゃ、桐生さんのせいじゃないですけ。じゃけどあんた、ええ腕っぷしじゃの。ヤクザ相手に完封勝ちじゃ。南雲のバカタレにはええ薬になったじゃろ。そうそう、悪いのは南雲くん。野球にだけは真面目だったのに見損なった。もううちには出入り禁止するかな。ああ、それがええわ、キヨちゃん。
ナグモにはもういっぱいも酒飲ましたらいけんよ。ところでいいのくん、さっきの話だけど。おお、そうじゃ。あ、キリュウさん、さっき預かっとったこの写真じゃがの。うちのチームの連中はやっぱりこの子を見たことないっちゅうとる。そうか、わかった。手間は取らせたな。この後チームで打ち上げなんじゃ。キリュウさんもキヨちゃんも一緒に来んか。いや、遠慮しとく。俺にはやることがあるんだな。この子の父親を探さなきゃならない。それなら私も遠慮してく。ほうか。じゃあアパートのことで何かあったら気軽に言うてくれや、キリオさん。もうあんたはわしらの仲間じゃ。キヨちゃんに手出さん限りはの。ああ、わかってる。ほいじゃ。はるかちゃんの手がかり見つからなかったですね。ああ、こうなると本当にはるかがこの町にいたのかも怪しくなってきたな。え？ここはそんなに広い町じゃない。その割にはるかの顔を知ってる人間にまだ一人も会えてね。あいつはこの町を素通りしただけで、そんなに長い時間はいなかったのかもしれない。もしそうなら、ハルトの父親がここで見つかるとは思えないな。キリュウさん、アパートに帰るよ。服も着替えたい。あ、ならその後またうちのお店に来て。うん。一汗かいてお腹空いたでしょ。今日の埋め合わせにご馳走する。そんな気使う必要はないぞ。いいから、ハルト君のお世話もしたいし。ふん、わかった。じゃあまた後で。いらっしゃい。どうぞ。ああ、なあママ。はい。この店はいつも空いてるんだな。耳の痛いこと言うな。うちだけじゃないです。ここのスナック街はもう火が消えちゃってて、昔と違って若い人はみんなよその町のキャバクラとかに行っちゃうの。やっぱり今日の感情は払わせてもらうよ。ご馳走するって言ったんだから恥かかせないで。うちにだって常連さんはいるし、女一人ちゃんと食べていけてるんだから。この店はずっと一人でやってるのか。まあそうかな。それよりまずは乾杯ね。ああ大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出や、キリュウ。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら。
遊び相手なら他の奴を当たれ。お前と違って俺は忙しい。おう、南雲、探しとったで。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。え？邪魔するで。何なんです？わしは、マスズエ組じゃ。南雲の面倒を見とりますがの。わしは組長の舛添いうもんですが。チーとママに話があるんじゃ。私に？おう、込み入った話ですけ。そちらのお客さんは外してもらえませんかの。帰れ言うとるんじゃ。あんたに指図される覚えはねえ。俺はただの客だ。気にしないで続けてくれ。ほう、じゃったら構わんが、後で吠えづらかかんこっちや。キヨちゃん、すまん。え？なるほどの。評判通りの美人ママじゃ。我がこの店で見かじめ取らんのもうなずけるの、南雲。じゃが、広瀬一家からうちへの上納金が遅れとるんはどういうわけじゃ。舛添の親分。わしゃの、陽明連合会直系に名を連ねる舛添組を背負っとるんで。踊れら四次団体のボンクラどもまでいちいち上納金催促すらいかんのか。踊れらがきっちり見かじめとらんけ、金が遅れとるんじゃろうが。上納金は今うちの親父が伏せってますけ。もうちと待ってつかさい。じゃったらやることやれ言うとるんじゃ。みかじめなら払えますよ。ママ。いいの。よその人は構わないで。この町の問題なんだから。えんじゃ、キヨちゃん。これは受け取れんよ。これ受け取ったら、わしゃもう。客としてこの店に来られんようになる。何しとるんじゃ、南雲。踊れ、わしらに恥かかせるんか。おう、舛添の親分、わしらにはわしらのやり方がありますけ。この町の仕切りは広瀬一家に任せて使わさい。へえ、そこまで惚れとるっちゅうんか。ほうか。そんじゃったら我も腹くくっとるんじゃろうな。えい、邪魔したの。今度は客として飲みに寄らしてもらいますわ。ほんますまんな、キヨちゃん。南雲、早く来いや。我はこれから男を見せるんじゃろうが。ごめんね、ハルト君。怖かったね。少し外の空気を吸ってくる。え？すぐに戻る。
さっきからユニフォーム着た男が走り回っとる。なんじゃ？これからナイターでもやるんかの？さっきバリ大勢のヤクザが広瀬一家の前におったんよ。あんたもあそこには近づかん方がええよ。えらい形相で飯野さんが走っとったな。広瀬一家が何かやらかしたんじゃろうか。あ、キリュウさん。飯野さんか。南雲を見なかったか。もう見たで。そのことじゃ。さっき南雲がヤクザだもんに引きずられちょっての。わしも今広瀬一家に助け呼びに行くとこなんじゃ。ほんまのバカだれ。弱いのにヤクザなんとなるけ小柄なことになるんじゃ。どの辺で見た？どこへ向かってた？丘の上に向かっとるようじゃった。あ、じゃよ、ケリュウさんはいかんで。南雲のことは広瀬一家に任せるんじゃ。ええの？そこまで待ってる余裕はね。いくらあんたが強い言うても、これ以上ヤクザに首突っ込んだらいけん。相手は南雲より格上の極道じゃ。しかも四五人はおったんで。分かってる。それより丘の上ってのは？ロープウェイで登った先じゃ。おいじゃが、夜はもう動いとらんけ。この時間じゃったら歩いて山道を上がっていくしかないで。ってことはつまり山の上を目指せばいいってことか。わしゃとにかく助けを呼んでみるけ。悪いことは言わん。あんたここで待っとけな。あれ、キリュウさん。お前は？そうです、トラフルです。こんなとこで会うなんて奇遇ですね。ここ、私の実家があるんですよ。ほう、そうなのか。ただこの辺も昔に比べて物騒になりました。まあカムロ町ほどじゃないですけどね。ところで尾道でもいろいろ事件が目立つようになってしまったので、こちらでも SNS を開設したんですよ。こちらでも桐生さんに SNS の投稿が届くようになります。もし助けていただけるものがあればぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。尾道を良くするために頑張りましょう。知っとるか、踊れの今の格好のジェット式いうんじゃ。昔中国で裏切り者に取らせとったポーズじゃけ。踊れによう、お似合いじゃ。俺マッソへの親分。ナグモ、なんならお前さっきスナックにおったやつじゃの。キリュウ、わざわざ小川な場所までわしらおうてきたんか。我なぐものなんじゃ。おう、俺はそいつの喧嘩仲間だよ。喧嘩仲間？引っ込んどりゃ、キリュウ。国道の世界に首突っ込むな、バカだれ。極道だろうが何だろうが、こっちは赤ん坊を泣かされてるんだな。お前らには一言詫び入れてもらわねえとこっちが収まらねえ。酔っとるんか、おさん。わしらに喧嘩売っとるんじゃったらこうてやってもええがの。命の保証はせんど。喧嘩を売ってんじゃねえ。お前らが詫びを入れりゃ許してやると言ってるだけだ。何のつもりじゃ、キリ。
末裔組相手にそがな真似してただじゃ済まんぞ。お前が俺の心配をするのか。バカだれ、誰が我のことなんか。じゃがの、我が殺されたりしたらの、キヨちゃんが泣きよるんじゃ。やっぱりお前はいい男だ。え？おお、ええ加減にせんか。いつまで二人でやっとるんじゃ。おもろいおっさんじゃけ、命までは勘弁しちゃる。お前らも適当に相手したれ。チーと痛い目見りゃ酔いも覚めるじゃろ。一応言うておきますがの、あんならチーとただの敵とは違いますけどね。じゃが相手は舛添組の極道が5人もおったんで。わりゃなんちゅう男じゃ。立てるか南雲。桐生さんよ、あんたはなんでわしなんかを助けたんじゃ。男ってのは惚れた女の前じゃカッコつけたいもんだよな。ん？男なら誰だってそうだ。その女の前では絶対に弱さは見せられねえ。強い自分であり続けたいと願う。だがそのために命まで張れる男はそうはいない。さっきお前は絶対に逆らえないはずのものに対してさえ男の覚悟を曲げずに貫いた。そんな男黙って見殺しにできるわけがねえ。俺があんたを助けた理由はそれだけだ。負けじゃ、完全にわしの負けじゃ。あんたにじゃったらキヨちゃん取られてもわしは納得するわ。潔よ、身を引けるわい。安心しろ、俺と彼女はそんな仲じゃねえ。じゃけどあんたみたいな男がそばにおったらどうせキヨちゃんはもうわしに惚れてくれんじゃろ。そういうことですけ。
わしゃ決めたわ。決めた？キリュウの兄貴、どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてつかんさい。いや、おい、ちょっと待て。待たんです。わしは兄貴についていきますけ。どうかよろしく頼みます。おい、話せ。いえ、話さんですね、キリュウの兄貴。わしらこれから兄弟ですけ、杯しましょう。あ、いや、なんなら杯はええです。ただ兄貴と呼ばせてもらえりゃそれでええですけ。頼んます、兄貴。兄貴、頼んます。わしゃ兄貴に惚れたんじゃ。もうキヨちゃんには思いの届かんわしですけ。兄貴、わしの身にもなってつかさいや。勝手にしろ。兄貴。